カヤホガ川流域、カヤホガ川は、アメリカが衆国オハイオ州北西部を流れエリー湖に注ぐ河川である。河口には、クリーブランドがある。ジアーガ郡、ポーテージ郡、サミット郡、カヤホガ郡を流域とする。語源は原住民の言葉のマガリクネッタに由来する。蛇行が顕著で、直線距離 30km 流れるのに 160km を費やす。高低差は、 あまりなく、歴史的には、カヌーでの往来があった。20世紀初頭には、川に沿って、オハイオーエリー運河が設けられ、地域の発展に貢献した。下流部は、流れが穏やかなこともあり、船舶の航行が可能であるため、沿線には、多くの工業が発達した。廃棄物を産生する施設は、産業発展の象徴とされ、 その陰で1868年から1969年に、かけいく度となく火災が発生している。川の水が燃えるはずがなく、工場からの排出された廃油などが何かのきっかけで、発火したものである。歴史的には、かなりの経済的、人的損失を出しているが、政治的には1969年の火災が重要である。この際には、 タイム氏のここで溺れることはない、溶けてなくなってしまうの見出しと共に表紙を飾り救出した連邦政府はその後に日本の環境省に相当する政府機関であるアメリカ合衆国環境保護庁を設立し全く帰り見られなかった環境保全に向かわせることとなった。当時の規制は船舶の通行の妨げになる障害物についてのみであったことから水質は 想像を絶するものであり、流域ではヒルなど、最も汚染に抵抗性のある生物すら生息が確認されなかった。その後は、水質の回復を見るものの、現在でも生息する魚類などには異常が続き、汚染のため食用には適さないとの勧告が続いている。ありがとうございます。